こんにちは、浅川奈々です。4年ぐらい前ですかね、ファイブっていう作品がありまして、その時に、ご一緒させていただいてて、本当久しぶりの共演だったんですけど、なんかすごい言い方難しいけど大人っぽくなったなって久しぶりでどうなってんのかなって思ったら、すごく光大くんの方からフレンドリーに話しかけてきてくれたりとか、芝居の内容についてもいろいろ話し合いみたいなのもしてくれたりとかしたので、すごくやってて楽しかったし、私のことは大人っぽくなった、女性っぽくなったでしたっけって言ってくれたっていう風に聞いたので嬉しいなって思います。お互い成長しました多分自粛期間のみたい、これ自分で言うすごい痩せたって言われます。なんか気をつけてたかな。あ、でもストレッチとか体幹とかを3日に1回ぐらいやったりしてたのでもしかしたらそれが効いたのかなって信じてます。なんかもはや今も開けてるのかどうかちょっとグレーな感じというか、なので本当いろいろ遊びに行けるようになったら、私はちょっと夢の国に旅立ちたいなっていうふうに思ってます。なんか趣味を作りたいと思ったんですよ私。ジェルネイルの練習をし始めまして、ネイルチップにこうひたすらやって練習して、あとハンドメイドでアクセサリーとかを作ったりとか、こういう時期で時間があるからこそ今までなかった趣味っていうのを作りたいなっていう風に思って挑戦できたので、これからも続けていきたいなっていう風に思うし、なんかお仕事にこうつながっていけたらなって思ってます。頑張ります。素顔か、母親といる時ですかね、良くも悪くも一番素でいると思うので、ちょっと生意気言っちゃうような時もあるし、心から普通で入れてるし、仕事とかそういうことも忘れて一緒に入れるので、一番素顔でいられる瞬間は母といる時なのかなって思います。え光大くんの素顔、なんだろう、ちょっと考えますね。あ、これだ、浮かんだ、はい。光大くんはその今回の作品のために基礎から勉強してきたっていう風に話してて、もう本当になんか切り方とかその櫛の溶かし方とかもめちゃくちゃプロっていう感じがしたんですけど、不安もあったのか、それとも髪を切ることが楽しかったのか、本番以外もずっと私の髪の毛切ってたんですよ光大くん別にその場所から離れてもいいのにずっと髪切ってずっと切ってるんですよ。どんどん右側から髪の毛がなくなってくんですね。だからなんかそういうお茶目なところというかはちょっと可愛らしい素顔なんじゃないかなっていうふうに思いました。今回のこの作品素顔はですね、光大くん演じるこうちゃんの成長みたいなものも見れると思うし、今回私は第1話に出演させていただいたんですけど、ちょっとなんだろう、ちょっとミステリアスな部分もあって、あれ怖いのかなみたいな恐怖心っていうのも少しありながらも、結局根本にある愛だったりとか、どこかつながっている絆だったりとか、あとはもうバスキア自身の乙女心だったりとか、そういうところをね、ぜひ楽しんで見ていただきたいなっていうふうに思いますし、女性の方にはぜひバスキアに感情移入して、こうちゃんへの気持ちをちょっと共有できたらいいなっていうふうに思います。素顔1、2、3話とぜひ続けて楽しんで見ていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。いらっしゃいませ。私のこと覚えてる？切りたくなりまして、あなたが思う私に。
そういうの見てるんですか？食べます？マヨネーズかけるとうまいんですよ。